ねえねえ、ももちゃん。神楽坂の姉の方か。私に気安く話しかけるな。そんな冷たいこと言わないで、ね。要件は何だ。ももちゃんとあまりお話ししたことないでしょ。だからおしゃべりしたいなと思って。必要ない。あ、待って、行かないでってば。話せ。そんなこと言わないで、ちょっとだけでもいいからね。お前と話すことに何の意味がある。せっかくクラスメイトになったんだし、仲良しになった方が素敵じゃない。ほら、今後パートナーになって一緒に戦うこともあるかもしれないし。私は誰がパートナーになろうと関係ない。敵は倒す。それ敵って、みんな病気を治すためにこの島に来た仲間だよ。私には仲間など必要ない。分かったら二度とくだらない要件で話しかけるな。ねえねえ、ももちゃんって好きな食べ物とかある？私はね、ケーキとか好きなんだ。よかったら今度一緒に食べに行かない？ももちゃん、聞いてる？付き合ってられるか。あ、待ってよ、ももちゃん。こっちだよこっち。もうランカちゃん待ってよ。だって早くしないと時間なんてあっという間に過ぎちゃうんだから。せっかくの休日なんだし、目いっぱい楽しまなくちゃ。ランカちゃんってば楽しそう。確かにたまには息抜きも必要かもね。そうだよ、戦ってばかりじゃ疲れちゃうって。それにお姉ちゃんと二人っきりで買い物なんてすっごく久しぶりだし。そうだっけ。そうだよ、みんなして私とお姉ちゃんの仲を邪魔してさ、二人っきりになれるチャンスなんてほとんどないんだもん。うーん、別にみんな邪魔しようとしてるわけじゃないと思うけどな。それに部屋に戻れば私とランカちゃんだけでしょ。ううん、絶対に邪魔してる。みんなお姉ちゃんを狙ってるんだ。みんな私とお姉ちゃんの中に嫉妬してるんだよ。考えすぎじゃない？もうお姉ちゃんってば、相変わらず自覚がないんだから。でもそこがお姉ちゃんの可愛いところなんだけど。ありがとう、ランカちゃんも可愛いよ。え？何言ってるの急に。私が可愛いだなんてそんなことないし。ううん、そんなことないよ。ランカちゃんは可愛い、お姉ちゃんが保証しちゃう。やめてってば、お姉ちゃん。照れてるところも可愛い。もう、ごめんね、マナちゃん。お買い物に付き合ってもらっちゃって。いいえ、お気になさらず。私もまだこの島に着いたばかりで慣れていませんでしたから。私の方も助かりました。それに困っているクラスメートがいたら助け合うのが当然ですし。そう言ってもらえると助かるよ。やっぱりマナちゃんって頼りになるな。どんどん頼ってください。私、皆さんのお役に立てることが何よりも嬉しいんです。本当、マナちゃんってしっかりしてるよね。そんなことありません。リンカさんの方が私よりも胸は大きいですし。胸って関係あるのかな。やだ、リンカさんたら冗談なのに。あはは、そっか、びっくりしちゃった。ええ、私よりちょっと胸が大きいからっていい気にならないでくださいね。え？で、今日は何を買うつもりなんですか？マナちゃん、今なんて。今日は何を買うご予定なのかしらって。あ、うん、
生活用品とあとは小物とか見てみたいなって。いいですね。可愛いものがあればいいんですが。うん、ただポイントが足りるかどうかわからないんだよね。それは見てみないことには何とも言えませんね。見て回るだけというのもそれはそれで楽しいですし。うん、そうだよね。マナちゃんは何か欲しいものはあるの？私はこれと言って、今日はリンカさんにお付き合いします。え、なんだかそれって悪いような。とんでもない。ライバルの情報は細かく集めておきたいですし、こちらの情報は必要以上に与えるつもりはありませんから、お気になさらず。え、あれ、いいのかな。さあさあ、そういうわけですからお店に行きましょう。グズグズしていると時間がなくなってしまいますよ。あ、待ってよマナちゃん。満腹丸ちゃん、おっきなため息だね。リンちゃん、満腹丸ちゃんは今とっても悩んでいるのだ。悩んでいるって何を？牛丼メガ盛りはどうして食べたらなくなってしまうのか。え、食べたらなくなっちゃうのは当たり前じゃないかな。それは分かっているのだ。でもなくならなければずっと食べていられるのに。美味しいものを食べると嬉しい、でも食べたらなくなるのは悲しい。はあ、満腹丸ちゃんは一体どうすればいいのだ。なるほど、確かにそれは難しい問題だね。そうなのだ、難しいのだ。だけど満腹丸ちゃん、こう考えてみたら？ん？食べたらなくなっちゃうのは悲しい、それは確かなことかもしれない。でもそのおかげでまた次に食べる楽しみができるじゃない。ずっと食べ続けているよりもその方がご飯も美味しいんじゃないかな。むむむ、確かにりんちゃんの言う通りなのだ。四季折々の旬の食材、それに朝には朝の、夜には夜のメニューというものがあるのだ。ずっとずっと牛丼メガ盛りは嬉しいけど、終わりがなければ次もないのだ。そうそう、その通りだよ。ありがとなのだ、リンちゃん。どういたしまして、お役に立てたならよかったよ。悩みが解決したらお腹が空いたのだ。ご飯を食べに行くのです。リンちゃんも一緒にどうなのだ？うーん、そうだね。じゃあせっかくだし行こうか。わーい、やったのだ。リンちゃんのおごりなのだ。え、いつそんな話に。早く行くのだリンちゃん。しょうがないな、今日くらいは行っか。あ、満腹丸ちゃん待ってよ。小春ちゃん、こんにちは。ああ、リンカさんですか。ごきげんよう。こんなところで何してるの？特に何も。強いてあげるなら、日向ぼっこですか。日向ぼっこ？はい。日向ぼっこって、あの、お日様に当たる？他の日向ぼっこがあるんですか？そうだよね。あはは。小春ちゃんが日向ぼっこするなんてちょっと意外だったから。そうですか。たまにはこうして息抜きをするのも大事なことです。気を張り詰めてばかりではいざという時に力を発揮できないこともありますから。なるほど、理由を聞くとさすがは小春ちゃんって感じ。
ねえ、私もご一緒してもいいかな？別に構いませんが、特に面白くはありませんよ。いいの、少しのんびりしたいなって思ったから。そうですか。どうぞご自由に。うん、隣失礼するね。はあ、お日様ポカポカ、いい気持ちだね。ええ、そうですね。ふにゃん、リンコさん。もう寝ちゃってる。面白い人ですね。ご機嫌ね。アホは悩みがなさそうで羨ましいわ。あ、バイオラちゃん、やっぱりわかる？わかるって、何がよ。だってこの島で治療したら病気は治るんでしょ？そう思ったら気が楽になっちゃって。バイオラちゃんもそうなんでしょ？いいわね、平和ボケしている人間は幸せそうで。平和ボケしてるかどうかわからないけど、幸せなのは確かだよ。それが平和ボケっていうのよ。ま、あなたの場合病気が治れば満足なんでしょうし、それでいいんじゃないの？バイオラちゃんは違うの？当然、私が狙うのは最強の座よ。すごいんだね。あなたも目標を持ったりはしないの？私はね、みんなで笑顔でいられたらいいなって思うよ。やっぱり平和ボケしてるわね。いいわ、私がその性根を叩き直してあげる。え、別にいいよ。遠慮なんかしなくていいわ。遠慮なんかしてないってば。いいから、早く修練場に行くわよ。また今度でお願いします。ダメよ。座学もそこそこあってきついな。病気を治すのに必要なことだってのは分かってるけど、クズ竜、今日も寝てるな。座学も修行のうちだって金剛先生も言ってたのに、可愛い寝顔で堂々と寝やがって。お前たち全員。ランカちゃんどうしたの？授業中なんだから静かにしなきゃ。ごめんお姉ちゃん。くっそ、クズ竜のせいで怒られた。私は真面目に授業を受けてるのに。やはり何度触ってもいい、愛も変わらず揉み心地のいい乳房だぞ、神楽坂。いつか私がこの槍で突きまくってやる。うわ、今の寝言大丈夫？ってそうじゃない、あいつ何言ってんだ。お姉ちゃんの胸を槍で突きまくる、そして挟む。挟む？ランカちゃん、ごめんなさい。なんでクズ竜は怒られないんだよ。今明らかにあいつ叫んだじゃん。挟む。もう怒ったぞ、無理やりにでも起こしてやる。よーし、消しゴムを細かく切ってっと。クズ竜の後頭部に滅びの一撃を食らわせてやる。方向よし、君に届け。さっき、これはゴム製のスタンダンか？なんだよスタンダンって、それはただの消しゴムのかけらだよ。お前の仕業か、神楽坂妹。まったく、油断も隙もないな。
夢の中にお前が出てきたからどうもおかしいと思ったのだが。え？私？もしかして夢の中で私のことを槍で突こうとしたりしてた？ん？そうだが、なぜわかった？あれ、私だったんだ。ランカちゃん？ごめん、ちょっと話が出そうだから走り込んでくる。なんだ、おかしなやつだな。ねえ稲川、お姉ちゃん見なかった？リンカさんに何かご用事でも？別に用事なんてないよ。じゃあどうしてリンカさんを探してるんですか？お姉ちゃんが視界の中にいないと心配なんだよ。どこかで困ったりしてないかなって。まあまあ、子供じゃあるまいし、そんな心配いらないでしょ。大地、このビクニにいて何に困るって言うんです？迷子になってたり？それこそランカさんじゃあるまいし。方向音痴はお姉ちゃんも同じなんです。迷子シスターズって呼ばれたんだから。威張るところじゃないでしょ。それにランカさんも方向音痴なんだったら、一緒にいてもリンカさんを助けられないんじゃありません？迷子じゃなくてトイレで髪がなくて泣いてるかもしれない。それも先週のあなたじゃないですか。髪を持って行ったのは私でしたけど。ああ、もう稲川はうるさいな。甘えん坊さんも大概にしなくてはね。リンカさんの苦労が忍ばれます。妹がお姉ちゃんに甘えて何が悪いのさ。一方的に甘えてばかりじゃ嫌われてしまいますよ。嫌だな、何をムキになってるのかしら。私わかってるよ、わかってるんだけどさ。あら、お姉ちゃんはすごく強いし、あれでシンは結構しっかりしてるんだ。それに可愛いしスタイルいいし、別に私なんかいなくても。前にリンカさんも似たようなことを言っていましたけどね。え？姉妹同士でお互いを目標にしてお互いのために頑張れるなんて羨ましい限りです。私なんてそんな相手は誰もいませんから。あ、そうか、私はこの姉妹のことが羨ましいんだ。そんなことないでしょう。私もお姉ちゃんも稲川には見習うべきところがあるってそう思ってるよ。え、そうなんですか？稲川はなんていうのかな、いろんなところがちゃんとしてるじゃん。遅刻しないし、ハンカチとか忘れないし、あと迷子にならないし。なんだ、そんなことですか。バルキリーの才能とは関係ないことです。でもさ、私たちはバルキリーである前に女の子だし、普通の人間でしょ。そういうのって大事じゃないかな。私もお姉ちゃんも稲川はすごいねっていつも話してるよ。私にも妹がいたらこんな感じだったのかな。そんなことを言われたら放っておけないじゃありませんか。わかりました、一緒に行きましょう。行くってどこへ？リンカさんを探しに行くんでしょ。ランカさんだけ行かせたら二重遭難になりかねません。一緒に行ってくれるの？やっぱり稲川はいいやつだな。よっ、頼れる副ヒット。はいはい、わかりました。ほら行きますよ。私から離れないでくださいね。はい。
練乳うじきんときお餅。こっちはいちごミルクだね。わーい、いただきます。いただきますなのだ。訓練の後のかき氷は最高だよね。このキーンってくるのがいいんだよな。パクパクパク、ふん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 、くるぞ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 、ふん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 。おかしいじゃん。え？え？じゃないでしょ。普通そんなペースでかき氷を食べたらこめかみのあたりがキーンってなるもんでしょ。なるもんでしょって言われても困るのだ。満腹丸ちゃんはナチュラルにいつも通りマイペースで食べてるだけです。ねえ聞くけどさ、冷たいものとか食べててキーンってなったこと一度もない？ないのだ。情緒がないな。キーンってくるやつもかき氷の楽しみのうちじゃない？そう言われるとなんだか満腹丸ちゃんが損をしてる気になってきたのだ。それはどんな感じ？ちょっと味わってみたい気もします。そうだなこんな感じかな。グリグリ、ひょー、こめかみグリグリは痛いのだ。お味噌が、お味噌が漏れてしまうのだ。何それ、味わってみたかったんでしょ。グリグリグリ、痛い痛い、降参降参です。とまあこんな感じに普通はなるもんなんだけどね。はあ、そんなの絶対の絶対になりたくないのだ。ノーサンキューなのだ。もうなんちゃんが変なことをするから髪の毛がボサコになってしまったのだ。あれ？うん、へー、初めて間近で見たけどこうなってるんだ。目玉焼きにレタス、こっちはリンゴか。お？ああ、満腹丸ちゃんの髪留めのこと？そうです、これは朝食セットなのです。満腹丸って意外とおしゃれさんだよね。待てよ、まさかね。ちょっといい？クンクンクン。な、何をするのだ。まさかと思ったけどよかった。本物の目玉焼きとかレタスだったらどうしようかと思ったよ。いくらなんでもそこまではできなかったのだ。できなかった？試したんだ。いろいろ試してみたんだけど、はあ、散々だったのだ。しなびるし変な汁は出てくるし、おまけに虫さんが、虫さんが、私もひゃー！もうその話は終わりにしよう。かき氷に専念、あ、溶けちゃってる。話に夢中になりすぎた。それならおかわりをすればいいだけなのだ。そっか、それもそうだよね。練乳うじきんときといちごミルクおかわりね。うんうん、なんちゃんとは気が合うのだ。潮風が気持ちいい。やはり朝の散歩は海岸沿いに限りますね。あれはランカさん、こんな朝早くから何をしているのかしら。うわ疲れた。やっぱ砂浜は足が取られるからきついな。でも足腰のトレーニングにはもってこいだもんね。おはようございます、ランカさん。おはよう、月影。
月影も朝トレ？いいえ、私はお散歩です。ラッカさんは毎日こんな朝早くから走り込みを？うん、ビクには強い人がたくさんいるから、たくさん努力しなくちゃね。ご期生筆頭の月影から見れば、私の努力なんてまだまだだと思うけど。そんなことはありません。ただあまりそういうトレーニングをしたことがないので、勝手がわからないんです。うわ、出たよ天才少女。トレーニングをしたことないとかマジか。ランカさん、よろしければ授業が始まるまで一緒にトレーニングしてもいいですか？私はいいよ。月影と一緒だとなんか気合入りそうだし。ありがとうございます。ではまず何をしたらいいでしょう？とりあえずあの岩壁まで全速力でダッシュ。それから洞窟の上の芝生まで岩壁を登るの。なるほど、なかなか大変そうですね。砂の上を走るだけでもかなり難しいよ。慣れないうちはあまり無理して飛ばさない方がいいかも。私なんて何度顔面から転んだかわからないもん。なるほど、わかりました。どうせ二人いるんだし競争してみる？その方が楽しくトレーニングできるでしょ。面白そうですね。受けて立ちます。そうこなくちゃ。先に洞窟の上までたどり着いた方が勝ちね。わかりました。こっちはランニング用のシューズだし、何よりもこのコースは走り慣れてる。ちょっとずるいけど、月影に勝ったらみんなに自慢しちゃおっと。それじゃあ行くよ。よーい、ドン。え、早っ、マジで？ランカさん、着きましたよ。私の勝ちですね。これが筆頭の実力なんだ。私が甘かった。甘すぎた。自主トレーニングって楽しいものですね。ランカさん、また一緒に訓練してくれますか？もちろん。次は少しでも差を縮めなくちゃ。いつか追いついて追い越してやる。ねえねえバイオラ、ちょっと教えてほしいことがあるんだけど。どうしたの？バイオラの髪の毛ってすごく綺麗な金色じゃん。なんかにしてはなかなかいいことを言うじゃない。髪の手入れについて聞きたいの？うん、髪以外の毛も金髪なのか聞きたかっただけ。髪以外って、あなたそれ教えてよバイオラ。もう気になって気になって夜も眠れなくてさ。そんなのお風呂で見てるでしょ。それがさ、私お風呂の時バイオラの体を見ないようにしてるんだよね。だってムカつくじゃん。胸大きいし肌は白いし綺麗だし。それって私のせいなわけ？あといつも下手くそな歌を歌ってるから近づきたくないし。まあまあそう言わずに教えてよ。知りたいんだよ。なぜこの子はこんなアホな質問をしているのにもかかわらず眩しいくらいに澄んだ瞳をしているの？そんなに私の毛が気になる？何色なの？落ち着くのよバイオラ。ここは先輩バルキリーとして堂々としていなければ。そんなに知りたいの？うん、知りたい。私さ、バイオラと知り合うまで金髪の友達っていなかったから。友達って慣れ慣れしいわね。まあいいわ、教えてあげる。あまり大きい声で言うことじゃないから耳を貸しなさい。ね、ゴニョンゴニョンゴニョン。やっぱり
ちょっとランカ、声が大きいわ。別に秘密じゃないけど、いちいち誰かに言ったりしないでね。そうか、やっぱりあそこも。あ、お姉ちゃん、聞いて聞いて、あのね。ランカ、ちょっと待ちなさい。待てこら。注文よろしいですか？きつねうどんを一つお願いします。きつねうどんを一杯くれ。たぬきそばに変更してくれ。やっぱりたぬきそばを。貴様、なぜ私を真似する？それはこっちのセリフです。食事くらい何を食べたって文句を言われる筋合いはありません。私の方が先に注文するぞ。いいな？何を言ってるんですか。私の方が先でしょう。はいはい、ストップ。君たち何を喧嘩してるのさ。おばちゃんが困ってるだろう。越後屋か、お前には関係ない。引っ込んでいろ。それが関係終わりなのさ。汽船区画の治安はこのエッちゃんに一任されてるからね。二人とも食堂から叩き出してもいいんだけど。それは困ります。仕方ありません。ももさん、お先にどうぞ。オンには着ないからな。ではキツネうどんを。そのキツネうどんでラストだってさ。君たちが揉めてる間に他のメニューも売り切れちゃったみたいだね。私の食事はどうなるんですか？私が知ったことか。これは私のキツネうどんだ。二人とも叩き出してもいいんだけど。半分ずつでいいか？ええ、半分ずつということで。では私からいただきますね。おい、麺を取りすぎじゃないのか？私がどうやって食べようが関係ないでしょ。ちゃんと半分残します。待て、お前は信用ならない。一口ずつ順番だ。別にいいですけど。どうぞ。いただきます。ちょっと、あなたちゃんと噛んで食べてます？お前はお母さんか。黙って待ってろ。ところで気になってるんですが。なんだ？1枚しかないお揚げはどっちが食べるんですか？当然私の権利だろう。はあ？私だって食べる権利があるでしょ。じゃあ半分ずつにするか？嫌です。お揚げは1枚まるっと口に入れるのがマナーです。じゅわっとあふれるおつゆがきつねうどんの醍醐味じゃないですか。お箸でちぎるなんてとんでもない。全く同感だ。だがどうする？反対側の端から同時に口に入れます。そこからお互いが食べた分は恨みっこなしということで。勝負か。それでいいだろう。汁が熱くて口を離してしまっても容赦しないからな。望むところです。では同時に行きますよ。せーの。あー、やれやれ、誰がどう見たってバカップルの食事風景じゃないか。仲がいいんだか悪いんだかね。え、掃除はこれでよしっと。あとはゴミを焼却炉に持っていくだけですね。あんたよくやるわね。そんなに副筆頭の地位が大事なの？大事ですよ。それが何か？副筆頭ったって大した特権もないんでしょ。それなのに毎日ちまちました用事ばかり押し付けられて。
私はバイオラさんと違って真正面から戦える強さはないんです。でも結構大きな仕事も任せていただいてるんですよ。んじゃあなんで掃除なんてしてるのよ。教室が散らかっていたら掃除くらいするでしょう。副筆頭でなくても。私はしないけど。じゃあ邪魔しないでください。はいはい、すみませんでした。よいしょっと。頑張れば一回で運べるかしら。ちょっと無理だったみたい。これじゃ片付けたんだか散らかしたんだかわからないわね。そうですね。でも最初からやり直せばいいんです。仕方ないわね。私が手伝ってあげる。いいんですか？その代わり聞かせなさい。何のためにそこまでするの？私の未来のためです。バイオラさんだって知っているでしょ。どうもそういう風には見えないのよね。もしかしてあんたいい人なんじゃない？はあ？私がいい人だなんて笑いもしない冗談です。私は私のために働いているんですから。それにしちゃ効率悪くない？権力とか地位が欲しいなら他にいくらでもやり方があると思うんだけど。その他のやり方というのを知らないんですってば。私は私のやり方で今の立場にしがみつくしかないんです。副筆頭で亡くなった私なんて誰が相手をしてくれるんですか？さっきお話しした大きな仕事だって私が副筆頭だから皆さんが力を貸してくれるんです。私思うんだけど。何でしょう？私が間違っているとでも？みんなが力を貸してくれるあんただから副筆頭に選ばれたんじゃないの？ああ、ちょっと意味がわからないんですが、もしかして私のことバカにしてます？どこをどう聞いたらそうなるのよ。この自己評価の低さはどこから来るのかしら。ちょっと理解できないわ。理解してもらえなくて結構です。それよりもゴミ袋を運んじゃいましょう。それで十分ありがたいですから。人のことは言えないけど屈折してるわね。これも思春期ってやつなのかしら。バイオラさん。はいはい、今行くわよ。満腹メニューなのだ。いただきも。じゃ何をするのだ。お腹をまさぐられてたらご飯が食べられないのだ。別にお腹にお肉がついているわけでもなし、無駄に大きい胸以外は太っているわけではないんですよね。全身を撫でますのは禁止なのだ。満腹丸ちゃんは敏感体質なので。前から不思議に思ってたんですけど、あなたダイエットとかどうしてるんです？その前にご飯食べていいのだ。冷めてしまうのだ。ええ、どうぞ。いただきます。ごちそうさまでした。はや、今食べたの？食べましたけど。マジシャンでも食べていけるんじゃないかしら。マジシャンって食べられるのだ？それは初耳なのだ。メモっておかねばなりません。あのね、あ、まあいいか。で、ダイエットのことを聞きたいんです。何か特別な方法があるんでしょ？ダイエットなんてしたことがないのだ。え、一度も？食べられないものに興味ないし。あれだけ食べて太らないの？少しも？信じられないんですけど。じゃあ
試してみましょうか。試してみるってどうやって試すんですか？じゃーん、ここに体重計があります。満腹丸ちゃんが乗るでしょ。すると、おっと、数値は極秘事項なのです。言っちゃダメなのだ。ごめんなさい。一応気にはするのね。そして、はい、2リットルのジュースのペットボトル。満腹丸ちゃんがジュースを飲むでしょ。ちょっと、そんなにたくさん飲んで大丈夫なの？わあ、オレンジジュースなら5ガロンまでいけるのだ。で、満腹丸ちゃんが体重計に乗りますと、じゃじゃーん！さっきと体重が変わってない。というわけなのだ。だから、満腹丸ちゃんにダイエットは必要ありません。いやいやいや、意味がわかりませんし、どうなってるんですか？っていうか、物理的におかしいでしょ、今のは。でも、満腹丸ちゃんは昔からこうですよ。では、食後のご飯を食べに行ってくるのだ。満腹丸ちゃん、恐ろしい子。そこが知れないわ。やっぱりたくさん訓練なさるんでしょうね。それほどでもないと思います。朝と夕方にちょっとお散歩するくらいでしょうか。何か食べ物に気を使ってるのでは。皆さんと同じ食堂の定食を食べています。勉強の方はどうしてるんですか？私、読書が趣味なんですけど、一度目を通した本って大体内容を覚えちゃうんです。そうなんですか。私、何か失礼なこととか言ったでしょうか？もしそうならいいんです。なんというか、埋めようのない差というものを垣間見ることができました。マナさん、今度は私の話を聞いてもらってもいいですか？ええ、もちろんです。話というか、悩みの相談になってしまうんですが。月影さんのような人でも悩みなんてあるんですか？ああ、いえ、そんな難しい話じゃなくて、でも絶対に内緒にしてくださいね。もちろん誰にも言いませんから、安心してください。グリーンピースって知ってます？はい、グリーンピース、チャーハンとかの上に乗ってるあのグリーンピース。はい、シューマイの上に乗ってるあのグリーンピース。知ってます。別に好きでも嫌いでもありませんけど。私ね、グリーンピースが食べられないんです。え、そうなんですか？あんなに小さいお豆、えいって飲み込んじゃえばいいって思うんです。でもダメなんですよね。あの何の話です？グリーンピースを美味しく食べられる調理法ってないのかな？かわいい。あ、今笑いました？笑いましたよね？笑ってません。いいえ、笑いました。もう私は真剣なのに。ごめんなさい。でもあんまり可愛かったから、つい。もう！ご規制筆頭として副筆頭に命じます。グリーンピースの美味しい調理法をレポートにまとめて提出すること。いいですか？わかりました。っていうか、本気で言ってます？本気です。職権の乱用とか言われても知るもんですか。もうマナさんしか頼れる人がいないんです。だって
一般の生徒にこんなこと相談できないでしょ。わかりました、わかりましたから落ち着いて。じゃあその任務、副筆頭として全力で当たらせていただきます。ありがとう、マナさん。レポート期待して待ってますね。それじゃあ。なんていうか、直接話すと結構イメージ違うのね。普通の女の子っていうか。次の定期戦ではグリーンピースを矢尻にして飛ばそうかしら。頭が痛い。意識がぼやける。封印された記憶の副作用か。今敵に狙われたらまずいや。あら、モモじゃないの。どうしたの、そんなところにうずくまって。ち、一番面倒なのが来た。なんだか表情が暗いわね。それは生まれつきだ。そうならいいけど、でもそれにしたって顔色が悪いわ。ちょっと頭の調子が悪いんだ。お前には関係ない。頭の調子が悪い？そんなの、ランカや満腹はしょっちゅうだけど。そうじゃなくて、頭痛がひどいんだ。いいから放っておいてくれないか。 PTSD って知ってる？日本語だと心的外傷後ストレス障害だったかしら。いわゆるトラウマってやつね。何が言いたい？思い出せないなら無理に思い出さなくてもいいんじゃない？それがいいこととは限らないでしょ。血に濡れた記憶であるならなおさらね。思い出さなくていいのか。忘れたくても忘れられないことだってあるのよ。思い出せないことがあっても別にいいじゃない。私たちは過去よりも未来のことを考えるべきでしょ。人生は楽しまなくちゃ。私はお前ほど気楽ではいられないんだ。私がいつ気楽だったというの？人には忘れたくても忘れられないことがある。さっきそう言ったわよね。過去を乗り越えるためにも私は前に進まなくちゃならないの。話はそれだけ。じゃね。待て、何が言いたかったんだ、ヴァイオラメ。いつの間にか頭の痛みが収まっている。ヴァイオラ、お前はどうして私を。ピーちゃん、いいところに来たのだ。満腹丸か、何か用事か。お腹が空いたのだ。お腹が空いて死んでしまいそうなのだ。そうか、よかったな。思い残すことなく死んでいけ。よくないのだ、思い残しまくりなのだ。めまいが。世界がぐるぐる回ります。この前かなりポイントを稼いでいたはずだろう。それで食べればいい。そんなものとっくに食べて使い切ったのだ。なら我慢しろ。絶対持たないのだ。だって午後にはバルキリードライブの実践訓練があるのだ。実践訓練？ピーちゃん、もしかして忘れてた？パートナーはどうするのだ？忘れていたわけじゃない。そう、興味がなかっただけだ。しょうがないな。満腹丸ちゃんがパートナーになってあげるのだ。悪いが借りを作るつもりはない。私は一人でやっていける。二
人でペアになる必要があるのに。キイちゃんは難しく考えすぎなのだ。貸し借りとかまんぷく丸ちゃんは好きじゃないのだ。ポイントでニコニコ支払いしてくれればいいのだ。支払い済みなら貸しではありません。随分と割り切って考えるやつだな。だがその方が私も面倒がなくていい。毎度ありなのだ。いただきます。なのだ。まんぷく丸ちゃんはとても頼れる味方を手に入れたのだ。味方？顧客の間違いじゃないのか。美味しいご飯を食べさせてくれる人は誰だって絶対的な味方なのだ。味方ね。やれやれだ。くそ、追試まで2時間か。公式というやつはどうしてこうも覚えにくいんだ。四則演算ができれば困らないだろう。月影、無言で背後に立つの。ごめんなさい、こっちから見ないとテキストが読みづらくて。それにここは非戦エリアです。そんなに警戒しないでください。それにしてもモモさんにも苦手なものがあったんですね。必要なかったからな。一人で生きていくのに数式など不要だ。らしくはありませんね。不要かどうかは習得してから判断すべきではないですか。勉学とは学園で生きていくために必要なサバイバルスキルです。そして今は追試前ですよ。生き残れるかどうかはスキル次第です。回りくどいやつだ。言いたいことがあるなら率直に言え。勉強見てあげましょうか。もちろんモモさんがよろしければですけれど。なるほど、こうやって解くのか。覚えが早いし応用力があります。正直言って驚きました。月影の教え方がうまかったからだ。伊達に筆頭などという役職についていないということか。ありがとうございます。このくらいしか取り柄がないものですから。嫌味に聞こえないあたりが嫌味にしかなってない。まあ礼は言う。これで数学の追試は乗り切れそうだ。それは良かったです。記憶もこんな風にうまく思い出せればいいんだが。ももさん、勉強でわからないことがあったらいつでも頼ってくださいね。過去のことは思い出せなくても、思い出は今からでも積み重ねていきます。そうだな、考えておく。追試頑張ってくださいね。あとたったの3科目です。3科目？3科目？そうですよ。物理と世界史の追試があるはずでしょ。月影。はい。早速で悪いが頼ってもいいか。どれにする？これにする。バイオラ。やっと私の番ね。あ、バイオちゃん、こっちこっち。なによ、まんぷく。私これから授業に出るんだけど。そんなものはどうでもいいのだ。ちょっとそこまで付き合ってほしいのだ。バイオちゃんにしか頼めないのだ。私にしか頼めない？へえ、そんなに言うなら手伝ってあげてもいいわよ。なんだか知らないけど。じゃあ一緒に来るのだ。ま、授業よりは面白そうね。案内しなさい、まんぷく。公安地区まで来ちゃったわよ。一体何を探してるわけ？実はこの辺りに
とても危険な怪物が出るらしいのだ。危険な怪物？なるほど、そいつを退治しようってわけね。名前はゴールドイーターちゃん。ゴールドイーター？何よその名前、完全に嫌な感じしかしないんだけど。金色のものを何でも食べるそうなのだ。だからバイオちゃんを連れてきたのだ。は？情報によるとゴールドイーターちゃんは気性が荒く常に腹ペコらしいのだ。金色のものを見ると頭からかぶりつくとのこと。金色のものって私のことでしょ。万福、あんた測ったわね。あ、ほら来た。なんかすごく強そうなの来た。何よこれ、大徳先生より強そうじゃないのよ。すごいよだれなのだ。やはりバイオちゃんの金髪が効果てきめんだったのだ。満腹、あんた覚えておきなさいよ。朝食べたものももう忘れました。っていうかあんたこれどうやって捕まえる気なの？明らかにラスボス級じゃない。小春でも呼んできなさいよ、フル装備で。捕まえるだけじゃないのだ、食べるのだ。話を聞け。今まで隠していたけど満腹丸ちゃんは本気を出すと多分結構強いのだ。さあ今必殺のアイスクリーム食べさせなのだ。聞いてる？アイスクリームを食べさせただけなのに？犬はアイスクリームを食べると死ぬことがあるくらいアイスクリームが苦手なのだ。見事な弱点攻撃に10万ポイントのダメージ。あんたたまにはやるわね。このまま一気に片付けるわよ。あー、見つけた！って、理事長？あー！私のパブリチェンコちゃんが！どういうこと？うん、さすがにヤバそうなのが出てきたのだ。バイオちゃん隠れて。え？事件だわ。うちの番犬であるパブリチェンコちゃんに痛恨の一撃を与えるなんて。あなたまさか理事長のペットと知っていて食べようとしたの？そうですが何か。あなたね。これほどの力を持ったバルキリーはこの島にはいないはず。今すぐ限界態勢を敷かなければ。港湾地区を封鎖しなさい。まずいわね満腹、エリアを封鎖される前に脱出するわよ。なんでなのだ？まだイカミサイルとかネギボンバーとか武器はいっぱいあるのだ。せめて一口だけでも。いいから来なさい。うわぁ、待ってなのだ。バイオちゃん置いていかないで。まったく、どんな災難だわ。バイオちゃん怒ってるのだ？少なくとも退屈はしなかったわ。今回だけは許してあげる。やっぱり学校の授業は退屈ね。さっさと定期戦が始まらないかしら。ん？誰かいる？はぁ、あ、小春？どうしたの？ヴァイオラさん、こんにちは。ええ、ごきげんよう。って違うわ。何を呑気に挨拶してるのよ。今は授業中よ。久しぶりに学校へ来たと思ったらこんなところで堂々とサボり。それを言うならバイオラさんだって同じでしょ。今は授業中ですよ。そうだった、やぶへびだったか。それに私は通常の授業を免除されていますしね。私だけ堂々とサボりを認めただけになっちゃったじゃないの。何よこれ。
どうしたんですか？浮かない顔をしていたみたいですけれど。別にそんなことないわ。ただちょっと退屈で。それならなんとなくわかる気がします。私もバイオラさんも気持ちは同じか。私は学校の授業が退屈で抜け出してきたの。小春はもともと授業なんて受けていなかったでしょ。授業も退屈ですが、一人でいることが退屈で。この子たまに寂しそうな顔するのよね。授業を免除する、そう言われた時は戦いに集中できてそれもいいと思いました。みんなが学校へ行っている間、一人で行動するにはこの島は広すぎます。ならたまには学校へ来なさいよ。そうすれば私もクラスのみんなもいるわ。授業なんて受けなくていい。ただ顔を出しに来るだけでもいいんだから。私が行っても空気が悪くなるだけでしょ。そんなの気にすることないわ。でも私も小春と同じことを思ってた。でもね、気まぐれに授業に出てみたらそうでもなかったわ。だったらどうして授業をサボったりしたんです？それはその小春がいないからつまらなくて。そうですか。私のためにもバイオラさんのためにも教室に顔を出す必要がありそうですね。そういうことよ。私のために授業に出なさい。そうですね。時間が空いたら授業にも顔を出します。その時はまた一緒にサボってくれますか？それじゃ意味がないでしょう。そうですか。今日は話せて楽しかったです。これもバイオラさんが授業をサボってくれたおかげでしょ。そうね。たまにならこういうのもいいかもね。でもたまによ。その時はお願いしますね。どれにしようかしら。決めたわ。交代よ、満腹。うんうんうん。美味しいですか？美味しいのだ。こういうのをお口の中が宝石箱やって言うのだ。そう、よかったです。うん、あら汁も美味しいのだ。シャドウモン茶のお弁当は本当に宝箱なのだ。ほらほらこぼれてますよ。慌てないで、お弁当は逃げませんから。いけない、いけない。お米の一粒どころか、トビウオの卵一つに至るまで感謝する所存です。ナムナム。それにしても見ていて本当に気持ちが良くなる食べっぷりですね。みんなそう褒めてくれるのだ。みんな満腹丸ちゃんさんを見習うべきだと思うんです。ウイルスの治療のためとはいえ、私たちは戦い続けなければならない運命。でも怪我をすれば痛いし、負けたらやっぱり面白くないと感じてしまう。戦うのは嫌だなって思う時があります。シャドウマンちゃんみたいな超優等生でもそんなことを考えるのだ。思いますよ。お腹が空いたとかね。それは深刻な問題です。まあ、とはいえ満腹丸ちゃんさんやリンカさんたちのおかげでビクにも随分と様相が変わりました。みんな満腹丸ちゃんさんをもっと見習うべきなんだわ。ヴァルキリーとしてだけではなく、人として生きるべきなんです。難しいことはよくわかりませんが、人ともなると大変そうなのだ。そうだ、満腹丸ちゃんさんに筆頭になってもらうのはどうかしら。うえ、それは嫌なのだ。シャドウムーンちゃんいつも忙しそうですし。そうですか。
残念ですね。満腹丸ちゃんさんが筆頭になれば楽しくなると思うんですが。人にはその人の一番の姿があります。ランちゃんは思いっきり暴れてる時がかっこいいし、バイオちゃんはプリプリ怒ってるのが似合ってるのだ。満腹丸ちゃんは食べてる時に笑顔が輝きます。私は？シャドウムーンちゃんは筆頭のお仕事を頑張ってる時が一番かっこいいのだ。そうですか、ありがとう満腹丸ちゃんさん。いえいえ、どういたしましてなのだ。そろそろお昼休みが終わりますね。午後も頑張りましょう。一番かっこよく輝くためにね。うん、頑張って食べるの